どこの誰かは知らないけれど、あんな可愛い子を置いていくなんて、全く罪な男もいたもんだよ。私のことですね。これまでのあらすじ。過ぎ去りし時を求めたアイナは、魔王の剣と共に過去のゼーランダ山へと戻る。アイナは聖地ラムダで仲間たちと出会い、命の大樹へと向かうが、そこでかつて経験した時と同様、ホメロスに襲われることになる。アイナは魔王の剣で闇の力を払い、ホメロスに倒されるという運命を回避した。そこにグレイグ将軍がデルカダール王と共に現れ、まだ息のあったホメロスは王に何か言おうとするが、デルカダール王はその場でホメロスのとどめを刺す。アユナは大樹の魂の中に入り、ついに勇者の剣を手に入れる。デルカダール王は勇者の剣に触れようとするが、アユナの影から現れた者に阻まれると、一行を後ろに招待すると告げ、去っていくのであった。よくぞ戻られたアユナ殿。王神よ、この者たちに聖なるご加護のあらんことを。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。でね、そうなんよね。ホメロスが、お亡くなりになってしまったんだわ、そういえば。せっかく過去に戻ってきたというのに、辛い。とりあえずあれをね、お城に来い的なことを言われよったんよね、私は。お城は、あっちやね。オッケーオッケー。さてさて。ああ、めっちゃ広いな。こんな感じやったっけ。もうデルカダール城なんかね、微塵も覚えてないわ。そうじゃなくても覚えてないことめちゃくちゃ多いんやけど。こんな剣やったっけ、装備しとったやつって。めっちゃなんか、これすごい遠くからでも目立っとったよね。キンキラキンや。すごい悪趣味な感じ。おー、広いよ、デルカダール城。これ外にあったやつと一緒か。王様はこの上におわします。玉座の前はこちらの階段を上がり、まっすぐお進みください。了解です。なんか水若干白い？気のせいかな。さあ、王様のところへ。ここでいいよね。正面よね。王様がお待ち。うわー、すげえ緊張感。めちゃくちゃ待ち構えられとんやけど、たくさんの兵士たちに。こちらを見ないでいただきたい。よくぞ参った勇者よ。こうしてそなたを再び迎え入れることができて嬉しく思うぞ。でもこれ中にウルノーガが入ってる王様なんよね。ホメロスにたぶらかされたわしは長い間、勇者こそ災いを呼ぶ悪魔の子だと思い込んできたが、たぶらかされたのはホメロスの方だ。よくぞホメロスを打ち果たし、我が娘マルティナを見つけてきてくれた。おかげでようやく目が覚めたぞ。覚めてない、覚めてない。それからお主に合わせたい相手がいるのだ。もうグレイグよ。は、何、合わせたい相手って誰？あ、なるほどね。私よ、おばさんとエマ、幼馴染のエマよ。そんなに長いこと会ってなかったんやっけ。よかった、無事だったのね。ひどい噂ばかり聞いて、私幼馴染のエマよって自己紹介されんといかんぐらい会ってない時やった。これ、お城に旅立ってすぐのことよ。ホメロスという将軍が大勢の兵士を引き連れて医師の村にやってきたの。血の通わない冷たい目をしたその将軍は、私たちを村の広場に集めて兵士たちに命じたわ。皆殺しだと。いい。でも遅れて現れたグレイグ将軍がホメロスを止めて私たちをかくまってくださってね。長い間お城に閉じ込められたままだったけど、あなたが本当の勇者ということが分かって出してもらえることになったのよ。他の村の人たちもってことかな。本当に
よく頑張ったね。天国のおじいちゃんもきっと今のお前を見たら喜ぶはずだよ。さあ勇者よ、急な準備ゆえ大したもてなしもできぬが、今日は存分に宴を楽しんでくれ。これは宴を楽しんだ後で心して聞け、やっつけるパターンですかね。この日よりこの者を真の勇者と認め、その名を称えるものとする。勇者様万歳。急激に手のひらを返してくるな。勇者様に恐ろしいわ。恐ろしいわ人って。その日は夜遅くまで宴が催された。ある者は歌い、ある者は踊って、アイラたちの活躍を称えた。そしてその夜、何？奇襲かけられるとかじゃなくて、何事もなかったな。まだ食べてるんすか？あゆな、グレイグ将軍から聞いたけど、あんたは私たちが見ていないところでとても大変な思いをしたそうだね。それでもくじけず旅を続けてくれたおかげで王様の誤解も解けたし、私たちも外に出られるようになった。やっぱりあんたは私の自慢の息子だ。立派な男に成長してくれて、母さんはこんなに嬉しいことはないよ。めっちゃ美味しそう。いいな、ケーキ。そこ。めっちゃ美味しそうやん。私も食べたいんですけど。全く出るかだろう思い。こんなに長い間牢に放り込んでおきながら、飯で和解しようなると虫のいいやつじゃ。こんな豪勢な飯でごまかそうとしても、わしは、悔しいがうまいの。素直に受け取っとけ。おや、あゆな。エマならお城のどこかにいるはずだよ。気になるなら探してきたらどうだい？あんたもエマもいい年頃だ。将来一緒になりたいんなら、こういう時に気の利いた一言でもかけておくんだね。何歳なんだろう？ 16、7 ぐらいかな。はっはっ、ほっほっ。こんなにうまいものは一生の間にもう二度と食べられないだろうな。石の村の連中の警護についていたおかげで、こんなご馳走にありつけるとはな。悔いがないように全部食べておくぜ。どこの人？どこの人なの？わしは城下町の人間なんじゃが、村の者たちの話し相手になってくれと、無理やり兵士に連れてこられたんじゃ。しかし、こんなうまいもんはこれまでの人生で食べたことないわい。まったく長生きはするもんじゃの。ちゃんと話し相手にもなれよ。食べてるだけじゃねえだろうな。お、デクやっけ？はは、随分とお疲れみたいだな。ま、あんなに豪華な席でもてなされるのは初めてだろうし、無理もないぜ。もう夜も遅いし、休んできたらどうだ？二階の西にある貴賓室にお前のベッドが用意してあるらしいぜ。二階の西。ね、めちゃくちゃ話よりを聞いてあげて。わーい、神の兄貴。ユイス様と兄貴にまた会えて、本当に本当に嬉しいよ。ユイス様はもちろん、兄貴の罪もチャラにしてくれるって、デルカダールを言っていたよ。これで二人とも潔白の身だよ。神の兄貴もユース様も本当に本当におめでとうだよ。幸せそうでよかったよ。あっちの世界ではね、もう、奥さん亡くなってしまっとったよね。あの、胎児が落ちた後の世界。びっくりした。立ったまま寝とんかと思った。まだお主が生まれる前、デルカダール城に赴いた時に、幼い頃のホメロスを見かけたことがあってな。あの時は純粋そうな子だと思ったものだが、どんな魔物にそそのかされて人の道を踏み外したものやら。いやー、純粋がゆえにやと思うけどね。ホメロスの場合。めっちゃ困っとるな。で、二階とやらは一体どこから行けばいいんすかね。どうした？迷った？食堂の前に立っている青い髪の男。どこかで見たような気がするが、はてどこだったかな。くそ、こういう時に情報円ルパスがいれば、どんな奴の過去も足しどころにわかるんだかな。そういうのでさ、私を見られた場合はどう？逆に未来が見えたりするんかな。ねえ、未来から過去に戻ってきたわけやけど。あ、あそこにマップあったわ。マップ見えてなかったわ。でさ、エマは一体どこに行ったの？で、あの、他の仲間たちも見つけておきたいんだけど。ねえ、話が聞きたいんですが。さっきの青い髪の男って神のことやろ？ま、そりゃ、チカロウに捕まっとった時期があるんやけんさ。え、あったよね。あったんやけん、そりゃ見覚えはあるよね。
いねえな。何暗いこんなところで怖いな。お城の中でこっそり飼っていた猫ちゃんが見つからないんです。迷子になっていないといいんですが。なんかこの辺に扉なかった？なんかね、前の、胎児が落ちた後の世界で、その辺に抜け道があった気がするんやけど。ほ、戻ってきた。え、まさかの戻ってきたんですけど。マジか、ここに繋がってたのか。なるほどね。んで、こっち側行ってなかったんよね。ねえ、みんなはどこなんだよ。ここはどこだ？こっち行ってない方やったっけね。あ、あそこに。いたよ、いたよ。ねえ、アイナ。私たちはあんたを命の胎児まで送り届けるのが使命だったけど、まだウルノーガを倒したわけじゃないし、こんな半端な形で別れるつもりはないわよ。これからもよろしく頼んだからね。もちろん、そのために戻ってきたんだよ。まあ、アイナ様。今初めてアイナ様にお会いした時の思い出を語っていましたのよ。なんだか不思議ですわね。アイナ様とはもっともっと昔にもお会いしたことがある気がしますわ。もっともっと昔じゃないんだな。未来なんだな。あ、おった、ここに。え、そんなとこで吐いているのでは？もうダメだ。え、そこで吐くなよ。なんだか酔いつぶれる人が多いわね。お城で宴を開くなんて久しぶりだから、多分みんなお酒に慣れてないのね。水が、水が。あれ、あんなところに。あゆな、ずっと心配だったの。あなたが元気に帰ってきてくれて、なんだって？本当に嬉しかったって書いてた？あのね、あゆな、聞いて。みんなで帰って村の復興が終わったら、またあなたと一緒に。ううん、なんでもないわ。アイナは勇者としてやらなきゃいけない使命があるものね。そうよ。まだこれからね、ウルノーガを倒さんといかんけん。シルビアさんめちゃくちゃ踊りよんやけど。あら、アイナちゃん。デレカダール城の人たちはノリがいいわね。おかげで楽しませてもらってるわ。よかったらアイナちゃんも一曲踊っていったらどう？こういう時は恥ずかしがっちゃダメよ。めっちゃ楽しそうだな。でもなんか踊ってるというよりは、何、止まってね。なんと素晴らしい踊りだ。あのエマという女の子は、旅に出た男の子のことをずっと待っているらしくてね。どこの誰かは知らないけれど、あんな可愛い子を置いていくなんて、全く罪な男もいたもんだよ。私のことですね。ねえ、何してるの？告白？あ、本当にや。あ、私はずっと前から君を素敵な子だと思っていた。兵士という立場上ずっと言えずにいたが、もうじき皆が安心して暮らせる時代になる。その日にはどうか、私と結婚を。そんないきなり困りますわ。なんかすごい厳しそうな感じの子やけど。そういうところに惹かれたのかしら。ねえ、なんか戸の前で寝転んどる人おるんやけど。ぐごーぐごー。おい、そこのお前。私は城下町の見回りに行きたいんだ。さっさと起きてそこをどかんか。おう、勇士様。お見苦しいところをお見せしました。遅い時間ですから、どうぞお休みください。中央の階段を登って、2階の西側にある貴賓室に、勇士様のベッドがございます。眠くなったらいつでもご利用くださいませ。了解。あれ、あとさ、誰やったっけ？誰やったっけ？あの子だけおらんくない？名前を忘れた。ここはあそこだな。ここはあそこですね。上に上がるか。あ、上の、何やってんの？何に対して祈ってんだ？マルティナ様、なんとお美しい。マルティナ、マルティナ。16年間隠れるように過ごされていたと聞くが、やはり生まれ持った気品は隠せぬようだ。しかし今後、どうされるつもりなのだろう。願わくば私が守るこの城に、とどまり続けてほしいものだ。マルティナ、どこにおるん？え？何？マルティナ、どこにおるん？おらん。あ、そこおった。こんなとこに。あら、ゆな、宴はどう？楽しんでる？私は16年ぶりにお父様と会えたのに、なんだか話しづらくて。時が経てば慣れるものなのかしら。ごめんなさい、変なことを言って。そこの部屋にあなたのベッドを用意させたから、よかったら使ってちょうだい。まあ中身売るのがやもんね。慣れなくて当然では。
ここかな。貴賓室って。あ、合っとるね。貴賓室って書いてるね。休みます。めっちゃ広いやん。何？なんか入ってきそう。これは猫身を襲われるパターンやね。ウルノーガに。ほら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 。これ、あれよね。なんだ、ヨッチ族のやつよね、黒い。え、体の中に入ってんの？そういうわけではなく。なぜだ？なぜ剣に触れられぬ？まさかこの力は。貴様、その剣を。もう何も隠すつもりはない感じやな。私によこせ。目がめちゃくちゃ光ってる。一体何の騒ぎ？どうしたの？そんなに騒いでた？そんなよそに聞こえるほどのドタバタやった今。姫様、これは。やっぱりあなたはお父様じゃない。いいえ、どうやら人ですらないようね。うん、なんとなく感づいておったよ。デルカダール王と何十年も親交のあったわしの目をごまかせるわけがなかろう。宴まで開いて王になりきるとはな。まったく、とんだタヌキがいたもんだぜ。け、ここでもう、あ、消えたぞ。ちょっと出てきなさい、卑怯者。王様になりすましたり逃げ回ったり、すごいやつね。でももうあれよね、昨日までみたいな感じではいけんけん。まだ遠く逃げていないはずよ。ね、王様じゃないってことバレたし。早く後を追いましょう。やっつける流れになるか。